お金を学べる SNS ポストプライムこんにちは YouTube の皆さん高橋ダンです3月は1950年からの歴史を見ると90%以上米国株は上がるという統計があるしかも今はなんとこの人ウォール街のトップのアナリストもなんと今ははい米国株は実は 上ががるる可能性があると久しぶりに言ってます皆さん、今日ここを展望していきたいと思います。今は3月の7日、1月、えすいません、1時13分です。僕は元ウォール街のトレーダーガードの方にプロフィールがあります。YouTuber、ポストプライマー、元ウォール街のヘッジファンドマネージャー、今もテレビ東京で月に1回出演を申し立てでしています。ぜひ皆さん、これからもチャンネル登録をしてあなたの金利テラシーを上げてみてください。毎日頑張って配信してます。よろしくお願いします。それと皆さん、また小さな報告をしたい。 です。 と、<laughs> 前回ちょっとダンスやった時にすごいコメントもらったので僕 TikToker になろうかな。冗談です。皆さん一緒に特にこちらのガソリンを見てきた方おめでとうございます。今6%ぐらいとここの予測が当たってますえ。こちらの予測は僕のポストプライムのこちらのチャンネルで予測をしました。ちょうど1週間ぐらい前から予測をしたのでぜひ皆さん短期分析で僕が一番得意なこういうような特殊な銘柄とかここだけ 話しているのでぜひ皆さん僕のポストプライムチャンネルにこういうようなベストチャートというシリーズはプライム登録を無料体験すれば誰でも聞けるのでぜひ概要欄の方で見てくださいお金を学べる SNS ポストプライム僕が創設者でアプリと、まあ、ウェブサイトで使いますし僕のチャンネルは僕のベストのアイディアそれプラスライブ配信もしてますライブ配信は22時20分3月の10日金曜日にやりますで今回は日銀の決定会合最後黒田さん ですね、の、えーまあ、発表、それプラスアメリカの雇用統計が両方あるので、ぜひ金曜日にライブ配信、それと今日もまた新しいアイデアを発表するので、僕のチャンネルをご覧になってください。 皆さん、このガソリンをどうやって当てたか。これ、2月のちょうど末ぐらいあたりに見始めたんですね、ポストプライム。で特にこれが2月末、3月1日頃に、マックリが初期段階で上昇したのが、まずここが1つ目の条件です。いつもの通りに。で、2つ目の条件がちょうどこことき2月の末ぐらいあたり、まだこの 緑のチャート、投票率が48%だった。まだそれほど高くなかったんですね。ギリギリセーフでした。これが2番目の条件です。3番目の条件が、この1週間の青のみんなの予測が、黄色の1ヶ月の予測より、やっぱりこの時はギリギリだけど、下だった。青の方が下の時に買いたいです。この3つの条件は僕は元ウォール街で使ってたようなツールと条件。なので皆さんも使ってあなたの勝率を あげてください。で、こういう風うな条件を満たすときだけに投資をするべきですね。95%投資は何もしない。ただ条件を待つべき。で、条件を満たすときどういった確認するか。毎日チャート見てストレスするより、条件を、ここ通知を設定する投票率。この緑の部分は、この緑のチャートですね。低いときに買って高いときに売りたいです。で、こちらの中央値チャートの通知は、この青の部分と黄色の部分。1週間と、この1ヶ月の部分。これをちゃんと通知を設定して、携帯画面に届きます。その時 だけに見るべきと勝率は上がると思います。初心者でも使える元ウォール街のこういうプロのツールは。 どこにもないです、世界に。ちなみに皆さん、ブルーンバーグみたいなウ,ールウォール街のプロのツールをもし使うとしたら3万ドル、400万円ぐらいかかります。これはどこにもないお金の作り方のツール。なので、僕は必殺技を20年ぐらいいろいろとこのポストプライムのゴールドメンバーシップに入れましたので、ぜひこういうツールを使って皆さんも勝率を上げてください。ゴールドメンバーはイベントにも参加できる。次のイベントは5月です。ぜひ僕と会いに来てください。東京でイベントをやります。それと、 全てのプライム登録も25%オフ。僕のチャンネルも他の人のチャンネルもこれは結構金銭的にでかいですよ。このゴールドを持っていれば割引だけでゴールドの金額より大きくなると思います。ぜひ皆さんゴールドメンバーシップもガーロンの方でウェブサイトが一番お得なのでウェブの方で登録してアプリで使ってみてください。もちろんポストプライムはゴールドメンバーシップと僕のチャンネルがおすすめだけど無料だけで使いたい方は無料だけでもまだ使えるので安心してみて使ってください。OK! マジかよ90上がるこういうような統計があります。でこの統計は、なんと特に面白いのは1950年から大統領選挙の前の1年間で見るとダウジョーンズは77.8%上がる傾向です。S&P 500は77.8%上がる傾向で、ナスダックと84.6%。ラッセル1000。 の方を見ると、ここは90.9%。ラッスル2000を見ると90.9%。皆さん復習ですけど、ラッスル2000っていうのが中小企業です。ラッスル1000っていうのがもうちょっと、まあ、もうちょっと大きめな株ですね。ラッスル2000よりもうちょっと大きい株です。まあ、特にここが面白いですね。90%、こういうラッスルの株、中小企業とか、もうちょっと真ん中ぐらいレベルの株がすごい上がるっていう傾向がすごく面白いと思いました。 それ以外にここの傾向をちょっと見てたんだけど1950年から2019年の平均のパフォーマンスをここの右のチャートでご覧になってみてください特にここで平均のパフォーマンスを見るとこれがあの点々点の線なんですね通常は3月は結構強い動きであんまり下落がないです特にナスダックを見るとこの青の線なんですけど結構上がる傾向が強いと思いますこれはもうあんんまり下落がほとんどなく1ヶ月中上 上がって、まあ、平均的には3%ぐらいナスダックは上がります3月にはで SP500 みんなが見てるこの緑は平均的に2%ぐらいと上がりあとはこのラッスル2000中小企業の黒の点々点は平均的に2.5%と上がっています、uh, So I think it's very very interesting 特にこちらの方を見ると、まあ、あのこの点々点の線が今みたいに大統領選挙の前の年のパフォーマンス を区切ってみると結構3月は歴史的に強いパフォーマンスです。まあ、大統領選挙じゃない日、まあ、全ての年、まあ、全部を見ている場合は、 やっぱりこちらの黒、えーまあ、点々じゃない方、濃い色を見るんですけど、この濃い色だとやっぱり少しパフォーマンスは下がってしまいます。えー、なので、あのまあ、大統領選挙の前か、それともただ通常の年間によってパフォーマンスは結構変わるんですけど、歴史的に見ると今3月はもしかして上がる可能性が高くなるという統計が増えてきたかもしれません。えー、皆さん、またまたこのレビューなんですけど、この、まあ、約1998年から 1928年十八年から2023年までの約ここの96年間の歴史を見ると平均的に3月は0.5%と上がっていますこの0.5%の上昇を見るとこれから3月は小さな回復があるかもという見通しができるかもしれませんなぜこういうかもというかというと、まあ、歴史 この96年の歴史と最近の歴史は結構今動い一緒に動いているような気がします。例えば歴史を見ると平均的に2月はマイナス0.1%のマイナスです。で、先月を見ると2月は2.61%と下落をちゃんとしていました。 あと、歴史的には1月は1.2%上昇します。結構、ここの緑のチャート見ると強いですね。で、今年も6.18%と上昇をしました。はい。で、ここでちょっとやっぱり変わってくるのが、まあ、去年の12月になると通常は強いはず、1.3%上がるはず。なんだけど、去年の2 0 2 0年は5.9%と下がってしまいました。しかし、11月は5.38%と上昇して、これも歴史通り、で、10月も通常は上がるので、 歴史通りりでありましたした面白いのは9月は通常1.1%下がる。多分1年間で一番弱いパフォーマンスは なんとそうです9月ですす月なのにこの9月も今歴史通りに It's so interesting ちゃんと下がっています、えーまあ、僕が言いたいのはあのここの6ヶ月間見ると12月以外はほとんど今シーズナリティ、まあ、つまり歴史通りに動いている傾向が結構強いので今回の歴史通りを見るともしかして3月もまたプラスになる可能性が高い かもしれません、はい、えまずそれが今日1点目に話したかったことです。えまあ,あの後でもうちょっとチャートを見てきたんだけど、特に面白いと思ったのは、ここの歴史ではラッスル、中小企業が結構強いことですね。90%も上がる傾向があります。なのでもうちょっとここは、まあ、ラッスルと S&P500 をテクニカルで比べていきたいと思います。 OK、えー。特に、Let's get focused on、あのーまあ、あのこのモルガン・スタンリーの予測も聞きたいと思いますね、えー。この方、この方はなんとものすごく今まではとっても悲観ムードいっぱいだらけ、もう26%下がるということをつい最近言っていた、もう本当にここつい最近2週間半ぐらい前にモルガン・スタンリーのこの方は下がるということを言っていて、急に今日のインタビューでは、まあ 米国株は上がると言ってますこれよく YouTube のコメントを読んでるとやっぱりいろんな方もやっぱり誤解してるんですけどアナリストはよくトレーダーもみんなコロコロ 変わりますこれが通常なんです。マーケットはいつも変わるので、一番良いアナリストと一番良いトレーダーは必ずコロコロ自分の予測を変えています。なので皆さんそこにも注意してください、ね。こういう変化対応の世界です。ウォール街とこういう相場の予測というのは。まあまあ、これ2月末で予測したのはこれから S&P500 が26%下がる可能性もあることですね。これがモルガン・スタンニンのチーフアナリストマイコル・ウィルソンです。で、彼は2022年の 基幹投資家の世論調査によるとナンバーワンのランキングのアナリストでした。とっても有名、とっても今すごく、まあ、メディアが彼らにちょっと憧れている人ですね。すごい2022年の疑惑を当てた人です。 この26%下がるというもともとの理由は前回のビデオでも言ったように S&P 500米国株のエクティリスクプレミアムが今デッドゾーンでこの右のチャート通りに今歴史的にすごく低いことですこのリスクプレミアムというのは債券の利回りと比べて株を持つインセンティブということですで今これなんでこれほど低いかというと 債券の世界だと特に安全な米国債券とか見ると4%、5%近くの利回りをもらえるんです。そうですよ。4%から5%ぐらい程度、ほとんどリスクなし。アメリカの債券はこういうデフォルトがあったことないです。しかも2年の国債を見ると今4.88%です。なんでこういう リスクがゼロの資産と比べて、米国株を比べると今はインセンティブがすごく低い。なので、これが今すごく低いため、米国株は当分下がるという悲観ムードを言っていました。マイクル・ウルソン氏は。しかし、今日の、今日の、えー、まあ、あのニュースを見ると、彼はちょうどインタビューをしたばかりで、彼の発言によると、月曜日、昨晩、 彼の発言によると、エクリマーカー survived a crucial test of support last week that suggests this bear market rally is not ready to end just yet。特に、先週はこの米国株は大きなテストをパスした。なので、当分短期的には上昇が続く。 可能ということを言いましたこのテストはこちらの線であります。この200日ローン平均というこのピンクの線を先週米国株は一応テストして下落してそこの後から今上昇をしています。しかも米国の200日ローン平均だけではなくこの点々点というダウントレンドの線このダウントレンドの線は2021年の12月からスタート としたもので、1点目が2021年の12月、2点目が2022年の3月です。ここを3点目が約これ8月ぐらいかな。22年ので4点目と5点目がまあ、去年の11月と12月です。で、これを何回か結んだ。ダウントレンドで一応これは？ 2023年の1月2月に脱却しても突破したんですけど、これを今、どん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 下落したんだけど、点々点までには戻らなかった。この点々点の線を下抜けなかったとっいうのが2番目の大きなテクニカルです。なので、マイクロ・ウィルソンさんは当分これから、まあ、こういうふうに near term market rally. r l l y っていうのは英語で上がるっていう言葉なので、これから株価は少し上昇することを予測しています。 まあ、あの、彼は別にすごいポジティブになったわけではない。ただ、短期的に今から特に3月のぐらいのあたりは少しポジティブに見ているということです。で、これほど彼はすごい悲観ムードだったので、久しぶりにここほどちょっとだけポジティブになったのはすごくびっくりしたので、皆さんにぜひ報告したかったです。はいまああのまあ、このの中でま、ね、まだだウ氏が今日言っ,てたのは、e、っていうの1株あたは のえー、この利益っていうのがピンクの線なんだけどこれ俺今下落トレンドなんですねこれがどん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 と下落してる中だとやっぱり SP500 株価指数この黒のトレンドはそう簡単には上がれないということをまだ今日は言っていましたまあなので彼は短期的に少しポジティブに久しぶりになったみたいですけれどまだ たまあちょっとだけ長期的にはリスクが、えー、残っているというふうに見えると思います。So I think that this part was kind of interesting that, まああの彼はちょっと I think It seems like とりあえずちょっと短期的にはムードが良くなった。短期的にはちょっとだけより良くなった。もうもうだ,だ,だけど、だけど、えー、<laughs> まだあの結構リスクを見ているようです。で、これがあの特に先週の記事があったんですけれど、えー、皆さんこの先週の記事で今ちょっと今日見つけようとしてて見つからなかったけど、もう一つ彼が言ってたのは、あ、ちょうど見つかったこのチャートですね。マイクロウィルさんがもう一つ言ってたのは、これ特にあ、マイクロウィルさんかな ?UBS かな 特に今一番大きなリスクなのは長期的にはここのキャッシュフローの赤の線と利益の黒の線のこの差が一番でかいことだと思います。え、ここのキャッシュフローと利益の差が一番大きいので、こここそがまあいろんなウォールカーのアナリストが今すごく指摘しているところだと思います。通常、例えば90年代を見るとこの赤の線が上だったんですね。キャッシュフロー。実際キャッシュフローっていうのは 最終的に会社としては多分一番重要です。売上っていうのはどう見ても在庫の確認とか在庫は誰が責任を取るかによって売上は実は遊べる数字です。利益っていうのもちょっとそれほどは遊びにくい。だけど一時的なことも時々ある。利益の後に残って 現金というののが会社を本当に回すものですもでねこれがもう本当に一番強いところです。で、これを見てると、特に90年代株価がすごく強かったときには、このキャッシュフローがすごく強くて、黒の利益よりもっと上だった、平均的には。で、90年代はすごいでかい株価の上昇がありました。で、それと比べると、今は黒の方が上。 つまり、利益の方が上で、キャッシュフローが低いんですよ、利益より。で、これが始まったのが、 約2017年ぐらいからですね。で、これがどん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 今続いていて、今、歴史的にこのスプレッドが高いこと。なので、まあ、あの、今日3月はもしかしてこれから短期的に上昇するかもしれないと、3月の傾向、歴史、それとマイコン・ウェルさんのことも、えー、まあ、今日面白いと思いました。テクニカル分析。しかし、キャッシュフローの目線では、まだ長期的にはいろいろとリスクがあるということも、皆さんも頭の中に入れるべきかなと思っています。はい。

ですね、ラッスル指数が結構歴史的にはまだ3月には強いことを見てここのテクニカル分析も少ししていきたいと思いますまあこういう中小企業の指数を見てここの方がもしかして面白いかもしれないと思いますまあまずラッスル指数をここ週足のチャートで見ていきましょうラッスル指数っていうのはアメリカの中小企業の指数で歴史を見ると特に3月は90%ぐらい大統領選挙の前の年には 上ががる傾向があります。So look at this chart here. It's kind of interesting. まあこれはこのダウントレンドを突破しててちゃんと上昇トレンドにはなっている傾向であります。この RSI っていう黄色が今52.7になっています。うん。えっ、ー、と、ナスダックは54.25なので、ナスダックより低い米国株の S&P、うん、500は52.99なのでそんな変わりないねラッスルと S&P 500はほとんど同じですねダウジョーンズの方が52なのでみんなちょっと中足では似ていますねまあ日足で見ると RSI が48.89ナズダックの方だと 55S&P 500が52それとダウジョーンズが57日足の方で見るとラッスル指数が実は一番 RSI が低いことが見えます ポストプライムのセンチメント指数でもちょっと見ていきましょう。ラッスル2000指数ですね。ここもまだトレンドがダウントレンド、上昇トレンドにはなっていません。だけど、これは面白く、 週足が53%の上がるという回答で、突足が32%になっています。はい、それを例えば、比べるとあの米国の S&P 500と比べてみましょう。S&P 500の方を見ると、ここの投票率は36%が月足と7日間53なので、まあ、結構似てるようなもんかもしれません。なので、そうですね、まあ、なんかチャート的に見ると、そんなすごい でかいい利点が見えないうーんだけど、まあ、ここ、あまり利点が見えないかなんかもう一つだけ面白いのは、この2つのチャートをよく比べると、まあ、ラッスル指数のこのマックリーはまだちゃんとクロスしていないんですね。まだ上昇トレンドにはなっていません。しかし、米国株のマックリーをここ、よく見ると、マックリーがもう。 いつでもクロスしてもおかしくない。すごく近いんですね。これがクロスするところ。ってことは、ラッスル指数の中小企業はちょっと今、パフォーマンスが遅れているかもしれない。なので、そこの目線では、今はも,もしかしてラッスル指数も3月中にはアウトパフォームつまり、普通の S&P500 と比べて、中小企業のラッスル指数の方がもうちょっと上昇しやすい可能性は、実はマックリーでも少し見えるかもしれません。 え皆さん、まあ、ちなみに僕も実は、えー、中小企業関連の指数を昨日僕のチャンネルで予測を新しい予測をしたばかりなのでぜひ僕のチャンネルでここも聞きに来てくださいでここのチャンネルでは特にそうですね、えー、まあ先週は天然ガス今週はガソリンその前の週だと特に香港とかゴールドとかでそこの前だと木材とかオレンジジュースとか僕の一番の好きな分 分析はここのみで話しているのでぜひ皆さん聞きに来てくださいまた僕のチャンネルもあと少ししたらまた少し小さな単価の値上げをするので今こそプライム登録をする方は二度と今の単価から上がらないのでぜひ検討してみて概要欄のほうのリンクでご覧になってみてください、まあ、ここがラッスルに対してのことをすると今日僕も新しい予測をしているので、まあ、ここの中小企業は僕は実はいろいろとチャンスが3月中にあると思いますので 詳しくくは僕のチャンネルポストプライムで見に来てください、えー、最後に、まあ、ここそうです、ね、3月というより今日の国際ニュース関連でもう少しと、まあ、今日のニュースも少し展望していきたいと思いますた、まあ、多分今日一番皆さんが見ているニュースそれとマーケットも一緒に見ていきたいと思いますまずはちょっと米国株にフォーカスをしましょう、えー、米国株の方を今日見ているとダウジョーンズは小さな動き0.12%と上 上昇していてい SP500 は0.07%上昇です。なぜだか0.11%と下落になっています。えヨーロッパを見ると、ヨーロッパ・ストックス・フィフティは0.44%と上昇をしています、まあ。ニュース的にはそれほど大きなアメリカの経済ニュースはなかったと思いますけれど、セクター的なパフォーマンスも今日見ていると、特にテック関連がもうちょっと通常より強いパフォーマンスがあったのではないかなというふうに見えます。アップルが1.85%、グーグルも1.58%。 8%と上がっていることが見えましたあとはニュースとしてはみんなが今日注目しているのはパウル議長がこれからアメリカの議会の方で質疑、まあ、証言をするということでありますでこれは特に上院と下院両方ともの方で、まあえー、とこれは何て言うんだろう財政それと金融の特別証言、まあ、質疑下院っていうの質疑会っていうのがあるのかなでそこで、まあ、年に2回パウル議長中央銀行 このボスはここでいつも質疑をするのでこちらの観点で今夜彼が何を言うのかはマーケットは少し気にしていると思っています。はいまあ、僕から見ると多分 I don't think he's gonna say that much anything different. 今まで彼のトーンはどん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 ともうちょっと多角的になってきたつまりどん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 ともう少しと彼は利上げをしたいというトーンを上げてきて利下げは当分時間がかかるよということを何回もこの数ヶ月間繰り返してもっとそういうような発言が多くなってきたのでおそらくそういう発言がまた今夜も続くのではないかなと僕は思っています、はい、えそこ以外の今日のアジア相場も見ていきましょう 今日日経平均の方を見ると0.42%上昇でトピックスは0.43%上昇、ハンサンは1.2%と上昇しています。今日はアジア株もなんとなく強い動きをしているような気がしています。はい、で、アジアの方では今日特に日本株の方も見るとセクターベースのパフォーマンスでは鉱山業、サービス業がちょっと上がっていて下がっているのは関与業とか不動産業ではあります。えあとは今日 ドルの、まあ、マーケットをもうちょっと幅広く、まあ、コモディティとかそれ以外の債券とかも見てみるとそうです、ね、今のところはちょっと天然ガスがまた昨晩下落していて FX の方も少しまたドル円が今横ばいの動きを続いているようです今日はドル円は136で昨日からあまりは変わっていませんゴールドも1848なので昨日からほとんど横ばいです原油の方が今、続進を続いていて昨 100番も小さな約1ドル、まあ、1%以上の動き、これ連続的に3日、4日、5日間ぐらいかな、連続で今、原油は元気よくと上昇をしているところであります。あとはアメリカの債券を見ると、これがもうちょっと少し価格の方がボトムしてきたようなので、もしかしてここもまたマックリーが上昇トレンドに乗る可能性も あるかもしれないというふうに僕は見ています。まあ、あとは暗号資産ですけど、暗号資産はまだ今ちょっと横ばいですね。この4日間ぐらいずっと横ばいで、今ちょっとトレンドが見極めができない、まあいろんな方がちょっと今どっち方向に行くのかで、まあ不安が多いかなと思っています。暗号資産ニュースではリップルの社長がこれから XRP の訴訟は2023年中にこの結論が出る見込みというふうに言っていますので、まあその中 中では I think, そうです、ね、こういうリップルとかあの、まあ、特に証券と満たされるというのは結構でかいニュースなのでそこに対してもし2023年この結論が出るとしたら暗号資産全体的にすごいでかい大きなニュースになると思っています。 えちなみに皆さん、えー、そうですね、これから僕のポートフォリオの結論とかも話をしていきたいと思います。えー、けれど、いつもの通りに僕が使っている、こういう国債とか、えー、それとか暗号資産の証券会社も興味あれば、画論の方で見てください。僕は2023年でまだ一番好きな長期投資は、コモィティが一番。コモィティと暗号資産。で、二番目に好きなのが、米国債券です。三番目で最後に優先なのが、 株ですなので、その順序から見ると、特に株以外のものもぜひ皆さんも投資のことを習ってみてください。ほとんどの日本人はやっぱりこういうものに投資していない。投資できる証券会社もあんまりないです。国債は IG 証券を使って、日本国債、米国債、まあ、イギリス国債とか取引できて、5万円のキャッシュバックがここでもらえます。あとはコモリティの観点では、僕は GMO クリックとか FX プライムなども使って、ここも幅広いいろんな銘柄のラインナップに投資ができます。 原油、金銀大豆トウモロコシ銅こちらの方も30万円のキャッシュバックがもらえますし FX プライムの方だともコモディティがありますし大きな150万円のキャッシュバックももらえますえ最後に FX はマネーパートナーズを使ってますここは業界的にスプレードが結構低いし松井 FX も使ってここも大きなキャッシュバックがもらえますえ暗号資産は実はあのマネーパートナーズ先ほどの同じ FX の会社も暗号資産も取引ができてこちらでもビットコイン、イタリアムにイトコインビットコイン コインキャッシュがが取引ができています、まあ、皆さん、それぞれのこちらの証券会社は興味あればガロンの方で見てください。アフィリエイトをやってて、ここは全然恥ずかしくないし、良いことだと思います。日本の証券会社は数が多いので、競争がいっぱいなので、やっぱりキャッシュバックの額が海外と比べて大きいので、ぜひ皆さんも興味あればガロンの方で投資がないと、やっぱりいい短期投資はできないので、長期もできないので、ガロンの方でご覧になってみてください。まあ、さてと、これから、Let's go into そうです。 ですね、え今日の僕の,、まあ、あの結論、それと、まあ、その他ニュース、うん、今日の特に3月に対してこれからどう思うのか、え少しここをちょっと、まあ、あのお話をしていきたいと思います。まああの I think that まず今日のまとめを話す前に、実はちょっとあの話すのを忘れてしまった、えー、ここの重要な記事が2つありました。はい。ちょっとだけここを話しさせてください。I forgot about this one.These、uh, two newses are very important here. まず今日出てきたのは日本のここの ROE という記事が久しぶりに日経の記事で出ました、えー。ここの記事は米国株の ROE、欧州の ROE と日本の ROE を比べているものです。えー、ROE っていうのはすっごく投資家にとっては まあ、すごく重要です。一番重要なものです。特にここは、あの、自己資本。 自己資本に対しての利益です。まあ利益割る自己資本です。で、投資家が世界中に見えていて、ここが今、やっぱり日本はすごく低いことを見ると、まあこれからね、長期投資を考えているときは、まあこれ3月の傾向というより、どうしてもこの ROE が高いところにお金が行ってしまうという観点から見ると、まだ僕はすごく長期投資では日本株が強く応援というのはできないとは思っています。あともう一つのは、あのヨーロッパの、えー、まあ この中央銀行もどんどんと今は、えー、あのインフレ率がやっぱりすごく高いのでどんどんとこれから0.5%の利上げを続けなくちゃいけないという意見が強くなっていますガイズ、リマインダーだけど、まあ、ヨーロッパのコアインフレというのは5.6%でどん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 ん上がり続けてまだ全然ピークアウトしてないこの 名目インフレっていう黒の指数はもうすでにピークしていて今下落中なんだけどコアインフレがまだ上昇を続けている中ではヨーロッパの利上げがどんどん続くっていうことはおそらくアメリカは利下げなんかしないと思います。まあこれもちょっと観点に入れるべきかなと思います。OK.OK.、Okay. Okay. Now let's go o n t o 僕のまとめ。 まあそうですね、今日のニュースを見ていて、僕の長期投資と短期投資、両方とも少しまとめてお話をしていきたいと思います。えー、皆さん、長期投資はあなたの資産の7割から9割で、短期投資は資産の1割から3割です。 I believe that 短期投資が今日の特に3月の傾向で注目だと思います。まあ、特にラッスル2000がすごく上がるっていうことが可能性が高い傾向が見えるし、特に大統領選挙の前だとこの傾向が結構強いので、まあ、特に短期投資を目指している投資家たち、まあ、特に3月中のパフォーマンスを得たいと思っている人たちは、3月はもしかして歴史的に上がる可能性があるかもしれないので、 まあここは面白いと思いました。しかし、この統計をどう見ても、うん、やっぱり気になるのは。 まあ、イベントだらけなんですね。昨日のビデオでも4つの大発表というビデオを出したので、そちらのビデオぜひ皆さんまだ見ていない方は見ておいてください。あの4つの大発表で、今夜のパウエルの証言が1つ目、2つ目が雇用統計が金曜日、で3番目が14日の消費者物価指数、で4番目が22日の FRB の決定会合。なので3月は特に中央銀行がこれからどうするか、インフレ周りの発表がいっぱいなので、2月と 比べてイベントが結構多いので、まあ、統計がどういう風にこう強いと言っても僕はこう。ちょっとうーん、まあ、そう。何て言うんだろう。油断をしてえ買ってはいけないと思っています。なので、僕は実はラッスル指数は面白いと思うけど、もうちょっとここより面白い指数を見つけたと思います。中小企業の方でなので、そちらの方はまあ、概論の方で僕のポストプライムのチャンネルで今日ビデオを聞きに来てください。その新しいアイディアを話し。 マスク。 それともう一つ、短期投資の目線では、どうしても今は、うーん、なんかね、米国株の動きはとっても読みにくいとも僕は思っています。今ちょうどなんかマックリーがナズダックとか見ても、それとか S&P 500も見ても、まだ上昇トレンドになってないけど、なんかなるところ、こういうところってすごく難しいんですね。トレンドが決まってないときは、実は米国株以外にも、特に今みたいなときにはまたコモルティとか、あんまりあの米国株と 動いていないものにも注目するべきだと思いますあのイベントがいっぱいですしちょっとトレンドがまだ明確じゃない時には you should be、careful. 僕は短期投資ではあんまりこちらの株とか動いてないものをできるだけ見つけようとしていますまあだからこそ今はガソリンとかも注目していましたえこちらのまあ、分析も今日はちょっと調整するので僕のチャンネルで見に来てくださいそれと前も言ったようにここは3つの条件をいつも見てマック が上昇トレンドこの投票率、それとこの黄色とこの青のチャートを確認すること、これはゴールドメンバーシップで無料体験できるので、そこもガ概ー要ーの方でご覧ください。I think 短期投資はちょっと様子を見た方がいいと思う。確かに米国株をちょっと上昇するトレンドの方が下落するトレンドより高いけど、イベントですぐウォール街のアナリストはすぐやっぱり意見を 変えてしまいまいすこれがまず1点目にすごく重要なことで2番目ってイベントがあるとどうこういう歴史的な統計って本当にどうでもよくなるんですね確かに上がる統計があるんだけどやっぱり歴史って毎回変わってるので大統領選挙の前の歴史とか見るとこれをよく見ると実際のデータがまあこれ18回ぐらいとかぐらいないんですそんなに多くないですね 18回のデータってったら統計的に低いので僕はこれを見てまあ確かにちょっと上がるかなって思うけど自分の戦略をここにちゃんと、まあ、なんか依存をするのはやっぱり18だけの統計のデータだとやっぱり、まあ、少なすぎるとは思ってますそれが短期投資ですね 長期投資。まあ、あの、先ほど言ったように、I think コモルティが25%、えー、それと暗号資産が25%、米国債が多分おそらく、I think 15%、で、10%ぐらいが現金、で、残った25%がこの緑の部分で株だと思います。それが多分一番今適切な戦略と思っています。で、うーん。 まあ、とりあえず様子を見てもいいんじゃないと思いますね。I think ここの25%現金というのは、その、ま、現金と国債は結構安全政策を今のはその通りにした方がいいと思う。どうしてもあのここ長期的に見てると、今本当にボトムかどうかを誰も本当に分からないんですね。で、僕がやっぱり気になるのは、まあ、あのど,うどう今マイコール・ウィルソンさんが一番ネガティブな人が今ちょっとだけポジティブでも、彼が長期的に言ってるこの2つのことはすごく 重要ですねエクティリスクプレミアムが今一番低いところは株をどうしても持つインセンティブがそれほど高くないです。それと、まあ、UBS のアナリストがここで見せていた特にここの現金の ものが今、利益と比べてすごく低いんです、統計的に。今、株はやっぱり優先するべきではないと思っていますので、株より、株より比較的に安いコモルティが1番目、それと株とあまり連動してない暗号資産が2番目とか感じかな。で、もちろん米国債券も安全商品なので、こちらのが3番目というふうに、その順序で今、僕は長期投資を考えているので、株を今また新しくピックアップする必要性は 今はないいと思っています皆さん、こういうふうに長期と短期両方とも、まあ、実行してポートフォリオのパフォーマンスを高めるのが重要で特に今年はまだマーケットのボラティリティがいっぱいあるので短期投資はやっぱり最低資産の1割から3割はするべきだと思います特に今年はもう少し大きく4割ぐらいにしてはいいと思っていますなぜかというと今のマーケットはすごくボラティリティが高いためであります、まあ、長期でも短期でもどちらも ででも一つののの銘柄にははあななたの資産の5%以上は入れないいくださいそれと長期投資は老後資金のためなのでこれもレバラージは使わないでくださいあとは短期投資もレバラージっていうのは本当に投資を数年間投資を経験した方のみが使うべきだと思うのでそこも使い始める人たちは経験あり2345倍程度だけにするべきだと思ってますこういうルールをちゃんと守ってくださいそれと僕の YouTube チャンネルでは投資は皆さん自己責任で聞いてください 投資助言は行っていません投資助言の法律はちゃんとありますし僕も弁護士を事務所を2つ雇って2つとも話してこういうポリシーをポストプライムで作りましたこれはポストプライムだけではなく他の SNS 日本のどこのノートでも YouTube でもえポストプライムでもみんな気にするべき法律です我々の解釈だと有料投稿で 個別の銘柄の予測の売買をするとか、有料投稿で自身のポートフォリオの売買のタイミングを公開することは 違反。まあ、リスクが高いと思っています。なので、僕は投資上限を行ってませんし、皆さんもここはぜひ注意をしておいてください。Thank you so much, guys! またまた、まあ、金曜日のライブを楽しみにしてください。今週、やっぱり、あの、どんどんとイベントが多くなってくるので、まあ、あの、僕はボラティリティが多分返ってくると思う今、マーケットどうしても静かすぎるんですね。ほとんど動いてないです。この1週間。 嵐の前の静けさっていうよく日本人は呼ぶんだけど嵐が来るか分からないけどボラティリティは確かに今後は増える可能性があると思うので今が静かだと言って油断はしちゃいけないと思います特に静かな時に be careful ポートフォリオを調整して準備をして口座をちゃんと準備をするのが重要で今ボラティリティ指数っていうのは週足ではマックリーがクロスしてるのでいつ上がってもおかしくはないということも一応 準備、心の覚悟はするべきかなと思います。今後ぜひ YouTube チャンネルの登録、いいねボタン、通知ボタン、応援もよろしくお願いします。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。